ね、はい。さあ、ということでありまして、うん、うん、まあ、あのー、こちらの方のお便り見ますとね、あこういうことがあるのか。どう、<laughs> 動物基礎天ぷらさんから頂い,いておりますが、トヨタ自動車は、はい。燃料電池に関する、 およそ5680件の特許を自動車メーカーや部品メーカーに対して無料で開放すると発表しました、はい、これ、昨日のニュースでもね、対象となるのは燃料電池に関する特許、えー、1970件や燃料電池を制御するシステムに関する特許。 およそ3350件などで、いずれもトヨタが単独で保有している特許で、燃料電池車に関するものは2020年までに期限付きで開放されて、水素の生産や供給に関する特許には開放期限を 儲、えー、けないとしております、これはいつまで使っててもよろしいですよということですね、解、はい、放、特許解放によって燃料電池車の生産や水素ス,ステーションの設置を後押しすることで、燃料電池車の普及に向けた環境整備を進めることが狙いです、日系自動車メーカー各社からはものすごい英断などと驚きの声が上がっていますが、トヨタの特許技術を実際に使うかどうか問われると、各社幹部、 からは、まだ中身が分からないが、現実はなかなか難しいと話しております。FCV を確実に皆で心一つに進めていくことこそ、水素社会の実現、持続的成長につながると、トヨタの、えトヨタ社長はですね、トヨタ社長は言っております。FCV の 不及加速に期待を込めますが、狙い通りに進むかどうかは不透明。とはいえ、水素、補充に不安がない。えー、自動車各社からは FCV が発売され、好みや用途に合わせて選べるようになれば、経済的にも、えー、好結果をもたらすはずです。今後の動きには注目したいと思います。というお便り。シルバー・ポンタさんも、昔は自動車業界はライバル車の動きをもう意識してましたから、日産の下請け工場はトヨタの下 だけするなと言われてましたからね。今は変わって、トヨタが燃料電池車、電池特許、をライバル車にも無償提供するというのは。時代は変わって、トヨタは太っ腹で、世界の自動車業界をリードする面が出ておりますね。ということで、うん、昔はなんか厳しかったですよ。私も知ってる。てていはい、はい、自動車関連の。あのいわゆる、あの、一市場といいますか、そういう販売店。のそこに。はいうん 他社の車の搬入者は入るなと言われていたぐらいです。うん、秘密が多い。秘密というか、はいそ、そこは別に秘密じゃない。こ、はい、ういう運ぶのにもうちの会社の車使ってくれると。はいはい。うんうん、他社の車は。 入れるなとたと、はい、え搬入ということでも使うないうぐらい、敵敵は敵、うん、厳しかったんですよでも今までそれでもってねあの、いろんな業界、車の業界だけじゃなくて、うん、やっぱりあのそれぞれがだから独自の開発、大本の技術は一緒であっても、うん、そこから独自の開発をしないとやっていけないので、だんだん規格が違ってきて、うん、いざ発売っていう時に、うちの会社はこう、うちの会社はこうっていうことで。 なかなかこれが一つの技術としてこう広がっていかなかったっていう経緯がありますもんね。うんうん、ということもね、うん、あります。それから、おっぱい枕さんからも、やっぱこれ太っ腹ですね、というお便り、A69 助さんからも、トヨタのスケールの大きさを感じますね。ED さんは、LED の中村教授に感想を聞いてみたいという。大絶景のバカ満点さん、トヨタ未来の特許を競合各社に無償提供ということでね、トヨタの、まあこれは基準になれば、今後の展開も有利になると思いますが、いろいろ損をしない、 戦略もあるんでではないでしょうかねというあたり、ちょっとこの方も何かあるぞということですが、まこ、うん、ちゃんからもいただいておりますが、世間やマスコミは、まあとにかく太っ腹だと言って称賛してますが、実はこの燃料技術、えー、燃料電池技術特許の無償提供にはトヨタのいろいろなこの思惑やら焦りがあるように思います。まず一つは燃料電池自動車の、えー、技術と、すでに、えー、燃料電池自動車を市販して、 蓄積したノウハウでトヨタよりも先行しているホンダの燃料電池自動車のをシェア的に潰すこと。二つ目は世界的にエコカーの主流になっているクリーンディーゼルエンジンとピュア EV、えー、電気自動車のシェアをなんとか切り崩して世界的に燃料電池車の技術的シェアをトヨタだけで独占してさらに特許料を設けようとするのが今回のなんか思惑ではないでしょうか。うん 無償でと言いましたが、さっきもちょっと書いてありました。はい、期限付きというのがありました。飲むのも、ね、ああるという。はい。はい、ね、えー、ですから、期限付きですから、この期限が切れた後は、今度はまた使用料はいただきますと。 いう,いうことになりますね、はいはい、ですからシートベルト、エアバッグを開発して特許を永久に無償開放して世界的に普及させたボルボとかダイムラー・ベンツのようなら燃料電池自動車も普及すると思いますけども期限付きの無償開放では正直言って燃料電池自動車は世界的に普及はしないと思いますと、まあ、この人は言い切ってますがさっきの各社の人もまだ内容を見ていないとちょっと分かりませんと。 というような あのことにはまだ,まだどうなるだろうということそれはしょうがないですだってね、やっぱりトヨタも企業ですから、どっちが得かって考えたときに、うん、こう無償提供する方が、わが社にとって得なんだって思ったわけですから、うん、事前事業でわーって赤いしますよ、よかったですねっていうわけではないですもんね、<い>何か思惑があるっていうのは、それも当然のことだと思いますけど、ね、大沢さんはコストが高いのが問題だけど、うん、空気をよ汚さないのがいいし税金を使って、安く買えるようにしてほしいです今でもちょっっと安くなってます。 まだまだちょっとなという感じ、はい、車なしでは生活できませんからねというこのコストの問題、田原市の友和さんからも、ね、やはりこの中国、韓国などハッカーやなんでもこうね、うんえー、商標登録してしまうずるいやり方の餌食になってしまわないかと心配しておりますというあたり。ははこれ、特許で開放したら、当然その,辺のね、うん、あの海外の企業なんかも参入してくるでしょうから、これで、うん、あのもうばーとやりだしたら、これはもううちの。 でちょっとこうやったら、これもううちの特許ですって言い出しやしないだろうかという心配ですよね、うん、ちょこっと違うとう、もうこれは、はい、というあの、もちろん特許無料で使用してそもそもは、特許を、えっと、開放っていうの、自分でト,、うん、トヨタが特許は持ってるけれども、使っていいですよって言ってるわけであって。だから、うんあの 先特許放棄してるわけじゃないこの技術でもって特許は他は取れないんですよね。そうういことなんでだけど流れができてしまったら期限が来ましてちょうどスカパーの無料開放の時同話ですよねあこただ見えると言うんですけどそれはこの期間はあれやけどあとはちょっと皆さんこれ気に入りましたらぜひ一つよろしくお願いしますみたいなそういうことでしょでも私ちょっと心配なのはどっかで聞いたんですけど特許ってあの 技術を耕えるととももうそれは違うものとして新しい特許が取れるって聞いたことがあって、うん、あの例えば、うん、あの電車の自動ドアありますよねはい、はい、あれこうプシューンと一回で閉まるのとはい、はい、プシューンってちょっとプシュって一回開いてまたシュンって止まるあれは危険防止、うん、手挟んだりとかはい、はい、のためのそ,そういうのだともう違うものとして。うん 特許が取れちゃうっていうのを聞いたことがあるんですけど例えばそういうのでちこの トヨタの燃料電池車なんかが、後々違う特許で、ほとんど同じなんだけど、取られちゃうなんてことないのかなあるかもわかりませんね、ドアでも、プシューンでこれ、特許プシューン、シュン、シュこれこれがまた別の特許といトヨタでもエンジンかける時に、ぷるぷるんかけるときもですね、ほの中国会社が、ブブブブブブブンほら、全然音ちゃうんですよ、でも別の特許。 滅びやすいけどこれはあのいわゆる点火技術やなんかのちょっとこの圧縮、うん、排気吸入のあの順番をちょっとブブブブブブブルンこれトヨタのほうがプロンですからうちは、はい、プルプルプルンあ取られた <laughs> もう取られたこ <laughs> ういうなこういうことになることを心配してるんですねあとあの、はい、燃料電池車のところに、うんうん、あの よからあのほら乾電池の子によからのあの付箋紙みたいなやつ敷いてあってパカって取りやすくしてる電力電池ですけどあの電池を取り外したそうしてみた取りやすくなりました取り外しができやすくなったわけですねはい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 そういうのとか取れないその辺は心配ないと思いますけどもねそのは心配ないと思いますけどのそういう心配はないのかなああまあ というか、まあね、あの、いろんな心配はあるけれども、うん、さっき言ったように、やっぱりトヨタはね、その分野ではちょっと、というのは、今、ガソリン自動車が主流ですけれども、うん、自動車ができたときは、あれ、実は電気自動車が最初だったんですよ。はい、うん。で、電気自動車とガソリン自動車、これ、創生期の話ですけど、うん、それでガソリン自動車の方に主流がいってしまったもんですから、はい、電気自動車はシューンとこうなってしまった。うん、とにかく、何が主流になるかいうことです、これから。やっぱり普及、うん いいいっぱの人たちが普及しなとあれこれあれこれ方式がこれからね、ハイブリッドもありますし、それから電気自動車もありますし、それからこういう燃料電車もありますし、ガソリン自動車もありますし、それからあとはゴム動力車もあればですね、ゴム動力車これからゴム動力車、石油の取れると所はこれからガソリンエンジンですけども、ゴムの木がいっぱい生えてるときは、これからゴム動力車ですよ、ゴムの木から作る。 走れるんですよも手で巻くの大変でしょゴム、電動ゴム動力機があるんです結局電気やそれ。はいはい。電気や電動やそれは。はい。それで巻いてバーと行くと、これからどれが方式になるかわからない。しかし、一つ流れができると、さっきのいろんな心配もありますが、この流れに沿っていく。例えば VHS とベータがあった時に、ビデオテープ。どっち買おうかなと思う。だけども、レンタルビデオやなんかがほとんど、 ね洗濯屋ケンちゃんがベータンないのな、うん、やっぱ VHS 買おうかな、うちは何のビデオわからんけど。<laughs> 洗ののノウハウハこととが一生懸命ややってるやつですねあ、はいはい、まずあの水いいをしたなというそういう流れであれは、VHS とベータの流れがガーッとできたように、う一つの大きな流れができたらそこにガーッと、とにかく今、いろいろこれから方式が分かれていく中で、うん、燃料電池車というの,のを主流にしたいというんであれば、はい、こういう決断もいるのかなか、ということでありますけどもね。はい、ピンピンダラリンさんも私が生きてる間にそれで燃料電池 が100万円台に下がってくれたら買うんやけどなというのも、<laughs> これも大量にそれが支柱になれば、100万円というのも夢ではないだろうなと思います。はい <music>